チョコレートの旅、今宵もロイズとスイートな時間へ。チョコレートをまとったクッキーやウェハース、さまざまなお菓子と組み合わせることができるのもチョコレートの大きな魅力。そんな時活躍するのがチョコレートをコーティングする手法、エンロービング。溶かしたチョコレートでお菓子の一部や全体を覆います。例えばこちらのポテトチップチョコレート、カーテンのように流れ落ちるチョコレートの中をくぐらせ、ポテトチップの片面だけにコーティング。塩味と甘さのバランスを絶妙に仕上げます。チョコレートを下からつける手法がこちら。焼き上げられたクッキーがチョコレートの波の上をまるでサーフィンのように次々と渡っていきます。完成したのは香ばしいバトンクッキー。さらにこちらのウェハースは全身にチョコレートのシャワーを浴びてコーティング。余分なチョコレートを吹き飛ばすと格子模様が現れます。サクサクの食感が嬉しいチョコレートウェハースです。チョコレートでお菓子を包み込むエンロービング、さまざまな出会いが新たな美味しさを生み出していくことでしょう。チョコレートの旅、北海道から世界に美味しさを、ロイズの提供でお送りしました。